大島号本町一丁目にある、たる鉄道、たる線の駅。駅番号は、PR02。大垣駅から東駅付近まで、JR 東海道本線が並走する。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。駅開業時に有した行き違い設備は、国鉄時代の合理化により一旦廃止されたが、たる鉄道への転換時に復活して、現在に至っている。 校内の線路の長さは、客車5両とディーゼル機関車1両の計6両が入るためには十分だったが、ホームは2両分しかなかった。他客機に機関車を含め最大6両で客車運行した時には、ホームにかかっている客車2両の未車消失でドアのロックを解除し、乗客が扉を手で開けて乗降した。客車列車運行末期は、 機関車一両客車二両の三両体制であったため問題はなかった。現在は無人駅である。タルミ線がタブレット閉塞方式であった1988年までは駅員が配置されていた。現在でもつまめに出入り口のあるモルタル駅舎が残っている。駅舎にはタルミ線全線で使用していたタブレット閉塞機が保存されている。大垣市統計所によると 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅のすぐ南を東海道本線が走っており、ホームからは目の前を何本も走り抜けていく東海道本線の列車がよく見える。なお、駅のやや西方から大垣方の垂水鉄道は東海道本線と同床を同じくしており、国鉄時代には東海道本線の河川柱も垂水線の北側にあった。 東方約1キロメートルの揖斐川橋梁で揖斐川を渡る。ありがとうございます。